11月3日東西対抗が行われましたが、その時の初打席で見事に左中間にホームランを打ちました。これも初球を打ってセンター前、おっとこれも滑った、危ない。どちらもこの名古屋球場は先ほどの西も江藤も経験をしているのに滑りましたね。松井はこの前の東西対抗で野口から左中間にツーラン打った、ね、はい、無冠には終わりましたがホームラン40本、ベストナインに選ばれました。引っ張って江藤は二塁に止まりました。ワンアウトランナー一塁二塁、初球ボールの後の2球目、最初の打席もこの第2打席も松井は これもセンター前、3安打。今日はホームランバッターではなく来シーズンは首位打者を狙おうということでしょうかね。いやいや、本人今松井は首ひねってましたからね、あの角度でやはりホームランっていうところがあったんじゃないでしょうかね、はい、またあのバッティングを少し変えるというかグリップを少し変えてるみたいな、小指を一つ外してバットを持つというようなことに挑戦してるみたいですけどね。さあ松井が先制弾、長打になる。これはまず西が来る、松井も回る、2点先行。このシリーズは4打数4安打の松井です。さあまず三田さん、知られるっていうようなことはなくなってくると思うんですね。この辺の打ちミスさに磨きをかけていけば、もともと韓国の野球っていうのは良くなると思いますけど、あっと当たってしまった、デッドボール、まあ、松井はちょっと痛そうですが、昨日の監督でしたキムさんですが、あの先ほど広瀬リポーターからの話もありましたが、非常に厳しい顔をされていました。昨日はようやく勝った監督、飛距離はどうでしょう。おーっとっと、消えましたボールがね、消えましたね、やっぱりあの慣れないのが出ましたね、こういうところで。そうですよね、これあの韓国の選手にとってはもうほとんど初めてのドームの屋根ですから、記録はヒットですが、あの高さのボールってな